はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さんはマジックカード死者蘇生というカードご存知でしょうか。このカードなんですけども、まあ、令和版の死者蘇生みたいな感じのカードでございまして、速攻魔法なんですね。で、自分か相手の墓地のモンスターを特殊召喚できますよっていう、まあ、すげえシンプルな効果してます。で、このターン、この効果の特殊召喚したモンスターは、攻撃ができないし、その効果発動ができないよという、まあ、そういう縛りが入っちゃうよという感じの効果ですね。まあ、ただし、攻撃できず効果が発動できないだけで、永続効果とかはまあ有効なんで、なんか例えば、なんか結界像みたいな、あの、バキアオみたいなモンスターとかは特殊召喚したら有効ですし、まあ、そういうモンスターは蘇生してもいいですし、あと蘇生したことによって、なんかその効果が発動できる、例えばその魔道陣発動してる状態のブラックマジシャンとか、まあ、偉そうにもありますけど、そういうモンスターを特殊召喚してもいいんですけど、このカードをね、ちょっと活躍させたくて、今回は何にぶち込んできたかというと、まあ、リンクデッキですね。基本的にはリンク系のデッキとはすごい相性がいいなと思っていて、これなんでかっていうと、リンク値を単純に稼ぐことができるからですね。あのリンクモンスターを蘇生すると、要はリンク値4とかのモンスターも要は蘇生できるわけですよ、このカードって。いや、簡単に。だから、まあ、例えばキスキルリーダーみたいなデッキで、使う場合は、普通にその、まあ、あのスプライトを絡まなかった場合でもね、あのキスキルリーダーの展開して、でトラブルサニー出して、でトラブルサニー分解した後にトラブルサニーを、特殊召喚、しておいて、でさらにその、このキスキルトリーダーでリンク召喚とかもできるんですよね。だから、まあ、入れりゃあのトラブルサニープラス、まあ、よくあるキスキルリーダーとかであのよく使ってたのはね、このトロイメア、グリフォンか、トロミアグリフォンプラスなんかトラブルサニーみたいな盤面も結構簡単にこのカードあったらできそうだし、なんか可能性はすごい感じるカードなんですよね。で、今日はもう単純にあのリンク値伸ばす役割と、あと相手のポーチのこれ妨害もできるんですよ。これね、使い方マジ無限にあって、そのさっき言ったようにそのリンク値を伸ばすっていう、例えばそのマスカレーナを素材にしてエルフ作った後に、まあ、今度もう一回そのマジックカードしたとせいでマスカレーナ蘇生しとくとかね、先行だったらとか、あと、自分のポーチだけじゃなくて相手のポーチも触れるんで、これだから相手が墓地から特殊召喚しようとしたモンスターを、このカードでパクって自分の場に出しちゃうとか、あと自分の、増殖する G に相手墓穴打ってきましたって時に、増殖する G をこの、マジックカードしたとせいとかで特殊召喚してあげることによって、あの増陣を強引に通すとか、だからね、いろんな使い方できるんですよね。これ速攻魔法だからなんですけど、これね、マジックカードクロスソロと違うところで、速攻魔法だからこのカードはね、めちゃくちゃ強い可能性をすげえ感じて扱ってて、ちょっとね、なんかいろんな使い方があるので、まあ、よかったら最後までご覧いただければなと思いますので、はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。あー、なるほどですね。割と反応的には悪かねえな。とりあえずライブツイントラブル3を発動。さあ YouTuber 解説していくぞ。チャンネル解説。リーラいんのか。リーラいる場合はキスキルフロスト持ってきて、リーダーに向こう撃たれてもキスキルフロストで貫通していくみたいな動きをしていけばいいので、まあ、とりあえずリーダー召喚で、でリーダーこうか。あ、なんかある？なんもない、まあ、とりあえず特殊召喚で、ちょっとニビルケアだけしないといけないので、まあ、これ出して、でこれ、ね、3回目で4回目でギガンティックを出していって、まあ、どっちでもいいね、これは。さあ4回目ギガンティックスプライターバックハン、ギガンティックスプライター効果発動。さあお互いこれさ、なんでさお互いにレベル2ラン、ランク2リンク2しか出せなくなっちゃうの、これ意味不明なんだよね、この効果なんで相手にも強いるのこれ、まあ、ずっと思ってるけどこれも意味が分かりませんね。あと、ちなみにジェットがね2枚になりました。はい、スプライトジェットが2枚になったっていうのはあまりにもでかいですね、これね。はい、で特殊召喚しまして、でスプライトジェットの効果を発動して、まあ、これはスターターでいいかな。で、ですね、まあ、リンクしていきましょう。これ結構マジ蘇生を使うのもまあまあありだな。でスターター打ちまして、まあ、一応まあ墓穴とかの方が嫌かな、どっちかっていうと。でエルフ出しに行きましょう。スプライトジェットと、スプライトブルーでエルフ作って、はい、オッケー。でリンクモンスター以外で作ればいいから、ここはねマジ蘇生あんだよな。
マジソスやるの強いんだよね、これ。めちゃくちゃ。で、これで、マスカレーナ作るでしょ。で、なんかエルフで適当になんか釣ってくりゃいいよ。で、はい。OK。で、こっからキスキルイラ展開いきましょう。まずは、キスキルちゃん出して、よいしょ。で、キスキルちゃんの効果を起動すると、悪魔族しか出せなくなっちゃうみたいなエクサデッキから、いう効果があるんですけど、もう悪魔族しか出せないのであんまり関係ないですね。で、マスカレーナをリンクさんにしたんで、こいつを蘇生しておきます。これシンプルにあのリンク地にしたモンスターマスク、主にマスカレーナね、これをね先行でこうもう一回こう蘇生して、これ効果無効なんですよ。今効果発動できないんですよ。効果無効って効果が発動できなくて攻撃できないっていう縛りがあるんですけど、これ先行で使ってたら全然関係ないっていうね。一切関係ないっていう、はい、相手のターンだったら効果有効なんですよ。これマスカレーナの効果を使えるという話で、で、イビルツインちゃんが出てきて、まあ、一応あれかな、リンク先にあんまり置いとくこともないんだけど、まあ一応リンク先に置いといて、で、効果発動してカード1枚ドローと。まあドローは弱い、ドローは弱かった非常に。で、レベル2の縛りが入っちゃってるので、レベル2なんかリンク2の縛りが入っちゃってるので、なんだっけ、トラブルサニーは出せないんですけど、まあ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 問題はないですね。これでトラブルサニーなんかあんま出さないんだけど、たまに出すんだよ。このギガンティックスプライトとかスプライトスターターの縛りが入ってた時があって、で、あとまくりに行く時とかもね、使ったりはするので、殴って殴って殴って分解してみたいなことやるんで、たまに使います。はい。あ、ピュアリープリメモリ、ピュアリーはちなみにもう生き物が4体くらいしかいないですからね、デッキの中に。ついに生き物がもうほぼ消されてブリーディングできないと言われますからね。ちょっと一応これ2枚あるから打っちゃっていいかな。これ除外する意味もあんまないから、これ普通に無限砲打つわ。無限砲打って、で、ピュアリーの効果無効にして、で、これすることによっても変身効果も使えないから、あいつは大きいものにするっていう話ですね。はい。でバリバリーってなる。オッケー。さあ困ったね。ピュアリーなんか今後手ドラなんだ、まあ、先行結構やっぱね、まくれなくて強いって話あるんだけど、後手ドラなんだろうね。なんか先行強すぎてこれまくれないんじゃないのこれ。まあアーデンス操作、これ待って、レベル1に対これあれ聞き流し集中とか入ってたやばいか。いや今入ってないと思うけどな。いや入ってないと、多分入ってないと思うんですけど、一応ちょっと聞き流し集中だけケアしておきたいと思います。はい。で、SP ですね。ここで、リトナ出して、OK。で、リトナ効果起動する、まあ、除外すんのは、まあ、一応効果無効になってるけど、ピュアリーは除外しておいた方がいいね、基本的には。で、これで、マイフレンドですね、はい。マイフレンズ OK。マイフレンド破壊しちゃえばいいか。で、ここで、キスキルからのリーラを特殊して、はい。で、マイフレンドを破壊しましょう。で、速攻魔法打ってきたら、キャロットで無効にすれば OK。だと思う。はい。爆発、OKOKOK、よ。非常に、リモールといいぞ。リモールといい。エルフの効果っていうか、あれか、エルフの効果先使ったよって、俺。リンクリボー、はい。リンクリボーどうぞ。はい、スパチャありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。やばい、ちょっと時間ないです。さあ、スプライト、エルフの効果、あまりにも遅すぎるスプライトエルフの効果を使って、ジェット読書館で。あまりにも遅いな。あまりに遅くてびっくりしちゃった。で、ジェットの効果、魔法トラップカードを適当に加えさせてもらって、よいしょ。多分参戦とかあったんじゃねえ、ちげえかな。なんか速攻魔法一発、まあ、あれか、マイフレンドあったから黒ピュアリー出してもらったのか。またはあれ、手札黒ピュアリーがどっちかね、多分。まあ、ちょっとあとは打点作るだけなんですけど、ですね、どうしましょう。まあ、とりあえずこっちでいいか。おいしょ。さあ、ギガンティックスプライト爆弾させて、で、ギガンティックスプライトの効果を発動し、
時間がないので急ぎましょう。一応ねこれ打点足りない、打点があまりに低いっていう話があるんですね、スプライトデッキってだから結構キル取るとき意外ときついので、 俺はこのなんだっけガンマバースト入れてるんですけど、ガンマバーストなくても上手い人だったら別になくてもいけると思うから、まあ、ガンマバースト最悪あの抜いてもらっても構わない気がします、正直。うん、まあ、あった方がキル取りやすいんだよね、バトルフェーズ。まあ、魔法トラップは無効できるんで大丈夫ですね。はい、ありがとうございました。ちょっと回し方怪しいけど、まあ、デッキは強い。なるほどね、これ、ゾウジートールかゲーミングオブザイヤー受賞してるわ、俺。はい、すいません、ゴキブリです。高校ゲーム3学園です。通してください。よろしくお願いします。高校ゲーム3学園、高校ゲーム参加権をちょっと、おい、マジでさ、イベルとかでさ、いきなり増殖ケアとかするのやめろよ、マジで。スモールワールド、なるほど。ちょっともう、うららとか持ってこられてほしいんだけど、打つわ、もう。スモールワールドじゃ打つって決めてんだ、俺。あ、オッケー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 、出ない出ない。これはスモールワールド効いてるぞ。スモールワールドからの、あー、残機ね、了解。これ特殊召喚するでしょ、絶対に。いや、あいつら妨害作るの、絶対。絶対特殊召喚しないといけないんで、まあ、サーキュラーしかり、シグマしかり、ダランベルシアしかり、基本的には多分ね、結構枚数引け、まあ、最低3枚4枚ぐらい引けんじゃねえか。熱い、かなり。サーキュラーオッケー。ただちょっと泥場の方だけやばいか。残機サーキュラー、これね、泥場入ってる残機パターンってシンギュラリティとかファイアウォールめっちゃ出てくるみたいなパターンあるんですけど、あれがマジでやばいな。ちょっとマジでやめろ。泥場やめろ。あ、ないわ。泥場ない。泥場ない。オッケーオッケーオッケー。あ、でも この後にドラマ打たれるパターンもあるか。超会場、やばいやばい、ちょっと待って。この後にドラマ打たれるパターンあるか。いや、ほんとね、サイバースっていろんな組み方あるんだけど、そのドロバで G ケアできるっていう、なんか、あれもあるらしいんだよね。ちょっとあんま詳しく知らないんだけど、ファイアーウォールの展開が。なんかその、超会場とかの、方を諦めてっていうか、サーチするのじゃなくて、その盤面だけで、なんかめちゃくちゃ、リンクス伸ばしていくっていう、プロテクトコロトーカーとか使ってさ、リンクし伸ばしていくみたいなパターンだけど、あれ結構めんどくさいね。スプライトイビルツインで割と着地狩りまあまあきついんで、まあ言うてね、イビルツイン自体はそうでもねえか、2体に増えるから分裂するからモンスターが。なんだけど結局そのギガンティックスプライトとか出したくなっちゃうんで、そうだけどそこにね、バウンス打たれると結構きついっていう話があって、あ、そこでストップか。オッケー。超会場はこれ、あ、これマジックカード死者としての強いとこ出るんじゃない。これさ、墓穴引いちゃった。じゃあどっちにしてもか。いや、でも増人とか打たれるかもしれないから、まあ、一応墓穴マスターズも持ってるし、いや、これ強いですね、非常に手札は。で、あれ多分超会場なんですよね。で、シークレットパス、これ、うだんも打ってこないってことは、これ、相手でも誘発なんかあると思うんだよな。で、ライブツイントラブル、3の効果によって、まあ、キスキルリーダーを、まあ、持ってくることができますよと。どっちでもいいんですけど、まあ、リーダーにするか。で、まあ、一旦このリーラちゃんを召喚していくと。で、召喚して効果を発動し、キスキルモンスター一体をデッキから特殊召喚したいよという効果。なんもない。G ないのかな、じゃあ。その程度なんだ。展開だか。結構展開だ寄ってるかもしれないね。パラエクとか。あー、残機召喚場ね。で、残機召喚場が、打たれまして、まあ、3内のカードを対象に取られるんですけど、対象に取ったカードをなんとマジックカードを死者とせいでパクれるっていう。これね、こういうことできるんですよ。これ強くないですか。これシンプルにその自分の展開にも使えるし、相手が墓地の活用をするときにこれによって妨害できるっていう。これダイヤ巻き込めないんで、ラプラシア持ってなければ向こうも持ってないっていうね話があって、相手のラップ、まあダランベルシアン入ってたらもちろん出てくるんだけど、だからなんだかあるんですよ。これ何の妨害もってないから、これ相手ほらこういうこと、これなんですよ。これマジックカード、まあ、墓穴だったから墓穴でもいいよね、今回は。今回の場合は墓穴でもいいんだけど、墓穴はちょっと誘発ケアとかにも使えるというところで、まあ、墓地メタはマジックカードとしてはそれから打っていった方がいいかな。で、ギガンティックスプライト出していく。で、2ミルのケアを、まあ、しっかりと怠らずにやって、はい。さあ、これにより、ですね、まあ、これはですね、まあ、誰でもいいんですけど、これ3体いるのめんどくせえな。これどうやってキル取るか。キ
切るの蚊だなこれ多分。顔モンスター死ぬほど並べて、横に死ぬほどモンスター並べて、顔ガンマバースを一応サーチしとくけど、多分ガンマバースやね、これ蚊出してもいいな。まあ、スプライズブルー特殊召喚しまして、もうとりあえずね、横にモンスター無限に並べよう。うん、何体投げれば、4体かな、4体で投げれば多分いける。でパレット持ってきて、ブルーレット置くだけにして、これスターターマンじゃん、だからまあとりあえずまあ一旦こうしますよね。はい、でこれ出しまして、ほい、でスターター打っていいね、スターター打って1234、あ、これいけるな多分。4体目、4体だけど2000、打点が2000なんですよね彼、打点が2000なので、4体で殴ったら8000は削り切れるんですよ。これ皆さん、なんか、シャドウモスキートというモンスターご存知でしょうか。これね、どっかで使った、科学忍者シャドウモスキートというこのモンスターなんですけど、どこだっけ、どっかで使ったと思うんですけど、スプライトデッキ作った時かなんかに。これね、これマジで強くて、このモンスターガチめに強くて、まぁ、あ、ちょっと効果して、殴るときに説明しますけど、これ殴るとき、これ、相手になんか、虫とカウンターなんだっけ、幻覚カウンター。幻覚カウンターを置くんですね。で、幻覚カウンター置きまして、で、自分のモンスターが攻撃制限すると、なんかその幻覚カウンターが置かれてるモンスターのダメージ分バーンするっていう。これつまり何が起きるかっていうと、ここから4000バーンが、あ、2000バーンが4回入ります。おいー。てらてめえ。いった!許さん。マジで許さん。はい、はい、カウンター。はい、2000バーン。うぜえこれ。マジうぜえこれ。で、はい、2000バーン。隣のやつにさ、殴ってもバーン入るんですよって、なんかコメント欄で教えてもらったんですよね、これ。はい。対戦、ありがとうございました。シャドウモスキート、最強!なんもねー、まあ、言うて手数はちょっと出そうだけどな。割とね、こうね、グレニアードをちょっと入れてみたり抜いてみたりなんかいろいろしてるので、まあ、ちょっとデッキ紹介の時に何が起きてるか分かんないんですけど、まあ、グレニアード強い時と弱い時はちょっと微妙、評価が。うわー、なんかトイボックスデッキ、これトイボやばくない？トイボ結構やばいよ普通に。うわ、出た、これトイボックスマジシャンズソウルズ、なんか最近よく当たるんだよ、流行ってる今。さあ、2体のモンスターを使ってキングレムリン、あ、なんだこれ、な、あれか、冥界ムーブでも始まんのこれ。やばい、こっから冥界ムーブされたらちょっとさすがにうち大きいな。ナーガは誰、モテガセルのこれからフィードからぶってきまった場合にレベル3以下、なるほど、わかりません、リンクリボー、なるほどですね、はいはい。ちょ、何これ、何デッキ、これエレイいっぱいモンスター並ぶやん、え、なんだこれ、はは、何これ何これ何これ、えやばやばいやつ来た、やばいやつ来たわ。やばい、ちょっと待って、ガチでやばいやつ来た、ちょっと待って、全部デッキ乗せた、全部デッキ乗せた、やべえ、なんか相手だけ、そしてなんかナーガの効果でなんかローのなんか祈りで出てきて、祈りでロー出てきて、なんか粛清展開始まってる、いつの間にか、あ、やばいやばいこと起きてる、ちょっと待って。ちょっと待って、なんか全完成された後にローガーディアン出てきっけど、おい、ちょっと待ってくれよ、おい、ちょっと待ってくれ、おい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 、ダイナモンド来たー、いや無理やって、デッキトップ1枚でこれ返せるわけなくないですか。いや、ある、現代遊戯王ってあるか、現代遊戯王ならある、ないわ。いや、全完結した後にローガーディアン儀式召喚するのズルじゃん、なんだよこの僕が考えた最強デッキ。